まずはこちらをお聞きください。皆さんご存知の緊急地震速報の警報音、なんだかゾワゾワする響きですよね。実はこの音、聞いた人に注意を促すために怖く聞こえさせるための音楽理論的な要素がたくさん詰め込まれているんです。ならば逆に音楽理論を使ってこの怖い音を美しく変身させてみましょう。作戦その1、癒し系音楽の中に緊急地震速報をスパイスとしてうまく入れ込む。悪くはないですが、緊急地震速報のえぐみを完全に消し切ることはできていない気がしますね。やはり緊急地震速報の音にある半音の平行移動、これがえぐみの原因になっているようですね。えぐみを消すということに限界があるのならば、逆にえぐみを生かすという方向で考えてみるのはどうでしょうか。ということで作戦2、ファンキーな曲調に乗せてかっこよく決める。18歳から独学でピアノを始め、音感ゼロから耳コピーアレンジ術を習得するに至ったズッシーの全貌を記した解説本、好評発売中です。